リディア・リートバク、リディア・ウラジー・ミロブナ・リトバク、1921年8月18日から1943年8月1日は、第2次大戦中のソ連空軍の女性パイロット、エカテリーナ・ブダノワと共に、史上2人しかいない女性エースパイロットの1人である。撃墜数について公式な記録はなく、個人スコアは12、一方でスコアを11や13だとする意見もある。 共同スコアも2とするもの、4とするものがある。66回のミッションをこなした。モスクワ出身。現ウクライナに亡くなる。主な搭乗機は、ヤコブレフ約 -1 と約 -1B。ユダヤ人の家庭に生まれた彼女は、幼い頃から航空学に親しんでいた。14歳の時に、航空クラブへ入り、翌年には初めて飛行機に乗って空を飛んでいる。 ヘルソン飛行教官航空学校を卒業後、1930年代後半には、教官の資格を得て、カリーニン航空クラブで働く。1941年6月独ソ戦が開始され、リトバクは航空部隊へ入隊しようとするが、経験の不足により拒絶された。しかし意図的に、大戦前の彼女の飛行時間が100時間を超えていると、水増しされた上で、 リトバクは全船員が女性の第586戦闘機航空連隊へと配属されることになる。マリーナ・ラスコーワによって組織された部隊であった。彼女はそこで約マイナス1の搭乗経験を積む。1942年の夏、サラトフで彼女は初空戦を行い、9月には第437戦闘機航空連隊へ転属する。この部隊は スターリングラードを主戦場にする男性部隊だった。9月10日にエカテリーナブダノワ、マリアクズネッツォワと共に男性の地上クルーを連れて連帯の飛行場があったボルガ川の東岸に向こうが到着した時に基地が空襲を受けていたためスレードナやアフトゥーバ基地へ移動。ここで彼女は約マイナス1に登場し戦果を上げた。この時の彼女について リーリア・リトバクは非常に攻撃的でかつ優れたパイロットでもあり、生まれながらの戦闘機のリダとボリス・エレーミンは改装している。彼は後の空軍中将であり、リトバクとブダノワの所属する航空士団の連隊長だった。リトバクが発撃追を果たしたのは1942年9月13日、彼女にとって2度目の空中戦においてである。それは、 シー・ダニロフ少佐率いる4機の約マイナス1が、スターリングラード上空で、BF-109 に援護されていた10-88を撃墜したもので、彼女の攻撃を受けた10-88は、炎に包まれ墜落した。これは、史上初めて女性によってなされた撃墜であると、考えられている。それから彼女は、中隊長、ライザ・ベリアエワを追尾していた、 BF-109 を撃墜した。この BF-109 に登場していたのは、アーウィン・マニエール総長であった。彼は、第54戦闘航空団、第2飛行隊に所属し、11のスコアを持つ、エースパイロットでもあった。マニエールはパラシュートで脱出したが、ソ連軍の捕虜となった。彼は自分を撃墜したパイロットに合わせてほしいと、頼んだが、彼を撃墜したリトバクを前に、 棒立ちになった彼は自分が馬鹿にされているのかと考えた。しかし撃墜までの戦闘経過をリトバクが細部まで完璧に解説したことでやっと彼は自分が女性パイロットに撃墜されたのだと理解したのである。9月27日には中88を相手にスコアを一つ伸ばす。これが彼女の最初のスコアだとする意見もある。9月14日には リトバクは BF-109 を一機撃墜した。1942年の後半にリトバクは第9護衛戦闘航空連隊に移った。翌年1月に同連隊は P-39 で再編成されたため彼女とブダノアはニコライ・バラノフの第296戦闘航空連隊に移り約 -1 機に乗り続けた。2月23日彼女は 赤星明を受ける。注意となり、精鋭によるカルードあるいはフリーハンターと呼ばれる航空戦術に参加するメンバーにも選抜された。これは熟練したパイロットがペアを組み、彼らの裁量でターゲットを探すというものだった。対戦中に二度、リトバクは空中戦で被弾、負傷し、不死にを余儀なくされたことがある。1943年3月22日、 および7月16日。第73護衛戦闘航空連隊にいる間、彼女は大員の両機を務めた。彼もまた15機撃墜のエースパイロットであったが、5月21日に行った新人パイロットとの飛行訓練中に殉職。リディアは非常な衝撃を受けた。母への手紙には、ソルマチンが死んだ後になって、初めて自分が彼を愛していたことに気づいたと書かれている。 同部隊の機体整備兵であったニーナ・パスポルトニコは、総長によれば、ソロマチンの死後、彼女は疲れたように空戦にのめり込むようになって、行ったと言われる。リトバクは1943年5月に、ドイツ軍の観測気球を基重奏者で破壊している。ドイツ陸軍砲兵はこれらの気球からの報告を、目標設定の補助としていた。気球を排除することは、 他のソ連パイロットも試みていたが、気球の分厚い保団体によってすべて失敗に終わっていた。リトバクは対気球相当作戦に志願していたが、退けられていた。そこで彼女は自分の計画を司令官に説明する。それは戦場の境界線上空を大きく旋回した後に後方から攻撃するというものであったが、この戦術が効果を発揮し、多数の気球を破壊することができた。 1943年6月13日、リトバクは第73護衛戦闘航空連隊第3飛行中隊長に任じられた。1943年8月1日、リディアはドンバスにあるクラスにいる内基地へ帰還しなかった。任務は対ドイツ空軍攻撃隊への策的攻撃で、彼女にとってこの日4度目の出撃だった。リディアが ドイツ空軍爆撃機の集団を攻撃中、一組の BF-109 が急降下してきた。ソ連のパイロット、イァン・ボリセンコは、こうを10回している。ドイツの爆撃機を援護して、BF-109 が飛んでいることを、リーラは分かっていなかったんだ。タイになった BF-109 が急降下してきて、彼女はそれを迎え撃とうとした。でもそこで雲が影になって、全く見えなくなった。 ボリセンコは、この戦闘に関わり、リディアの最後を見た人間でもある。雲の切れ間から見えた彼女の約マイナス1は被弾し、煙を吐きつつ発揮ほどの BEF-109 に追われていたと、言う。彼女を見つけることができるかとボリセンコは降下したものの、パラシュートも爆発も確認できなかった。この状況から、ソ連当局は、彼女の選手を認めず、捕虜になったものと疑い、 それが彼女のソ連邦英雄女君の妨げになってしまう。リトバクが捕虜になっていないことを証明するため、パスポルトニコアは国民やメディアの支援を受けて36年をかけて約マイナス1の墜落現場を回った。はじめの3年間、彼女は親戚たちと共に最も近い地域を金属探知機で持って徹底的に捜索した。 1979年までには90以上の墜落現場を回り、30機以上の墜落機と行方不明になっていたパイロット発見してきた。そして同年、捜索隊は、ある身元不明の女性パイロットがドミトリエフカ村に埋められていることを発見した。シャフテルスク州だった。それがリトバクであり、彼女は東部に致命傷を負って戦死したものと推察された。 パスポルトニコワが語るところでは、掘り返された遺体を見るための専門家会議が持たれ、遺体がリトブ役のものだと結論付けられた。1990年5月6日、ゴルバチョフ大統領によりリトバックの国葬が執行され、同時に彼女にはソ連邦英雄の称号が贈られた。彼女の最終階級は上級注意である。公式記録としてのリトバクの死に異論を挟む主張も、 少なくない。クラスのルーチのリトバク博物館研究員であるエカテリーナ・バシチェンコは、遺体が法医学の専門家によって掘り起こされ、調査が行われた上で実際にリトバクだと確定されたと述べる一方で、カジミエーラ・ジャニナ・ジーン・コータムは、エカテリーナ・ポルニナよって提供された証拠に基づいて、遺体は未まだ発見されておらず、その検証はいくつかのレポートを比較したに過ぎないとしている。 コータムは、ソビート機の女性軍人についての著書を出している、研究者であるが、リトバクは被弾した、戦闘機を胴体着陸させた後、ドイツ軍に捕捉されて、強制収容所へ入れられたと結論づけている。2004年の著書の中で、ポルニガは不時期した、飛行機からリトバクが、ドイツ軍に引き出され、捕虜になったことを彼女自身に結論づけさせた証拠を、並べている。2000年に、 ニーナ・ラスポロワはテレビにリトバクが映ったと思った。彼女が見たのはスイスの番組である。そこに登場したサンジの母であるというロシア人女性はかつてのソ連のパイロットであり第二次大戦中に二度の怪我を負ったと紹介された。ラスポロワはその目撃例をポルニナに伝えている。リトバクのスコアは出版物事に異論がある上公式な記録はない。 最もよく挙げられるのは、11の個人スコアと3つの共同スコアというものだ。しかし、個人スコアを8、共同を4としたり、個人スコアを12、共同を2とするものもある。パスポルトニコアは1990年に記録は、気球も含めた12が短期であり、3が共同だと述べている。ポルニナは、ソ連のパイロットの撃墜数はしばしば水増しされる、もので、それは、リトバクや、 ブダノアもそうだと書いている。その上で、リトバクのスコアは観察気球も含めて短期で5、共同で2とすべきだとする。リトバクは蒸気の機体に白い百合のパーソナルマークを描いていたと言われ、ソビエトの新聞発表では、スターリングラードの白百合と呼ばれていた。これは、マドンナリリーが白い百合の花としてロシア語訳されたものである。 また欧米では、スターリングラードの白バラとも呼ばれている。彼女の異業が英語圏で紹介されてからのことである。かつてコベントリーで彼女を題材にした演劇、白バラが演じられている。ソ連邦英雄。レーニン勲章、赤旗勲章、一等及び二等祖国戦争勲章、赤星勲章を受章。彼女が住んでいた、モスクワのノボスロボツカヤ通り番街には、 彼女の記念碑が建てられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。